こんにちは、アワガエルです。昨日ですね、石塚雲翔さんが亡くなられたということで、レビューのコメントの欄にですね、いくつかお知らせのコメントをいただいたんですけれども、それ見て本当にびっくりして、っていうのもですね、私の動画をご覧になっている方はご存知だと思うんですけれども、私今年のね、ノイエギンエデンのアニメの方のレビューをずっとやらせていただいていて、その中でですね、結構昔の石黒版の方のお話もさせてもらってたんですけれども、その旧作の方のもう見返してからその新作の方のレビューをしていたんで、本当に昔の鳥羽二人の演技、雲翔さん本当に鳥羽二人でいい演技してたなっていうふうにしみじみ思っていたんですよね。でまた新作の方ではメルカッツっていうことで、出番的には少なくて、アスターテで少し出てきたぐらいで、これから劇場版で、リップシュタット戦役に入っていくところで、出番が多くなっていくんじゃないかなっていうふうに思っていたんですけれども、なんて言うんでしょうね、その私のようなですね、石黒版の旧作のファンはですね、なんて言うんでしょうね、その新作がどうしてもちょっとどうしてこんな風になっちゃったんだろうなって受け入れがたいところがあるんですよね。徐々にそれが高まっていって、最後にはもうちょっとこれなんだろうなっていう感じに、個人的には思えてしまってんですけれども、そういった中でですね、石塚雲翔さんとかですね、他の旧作にも出演されていた声優さんがちょこちょこ出てくるとですね、なんか一時的に何て言うんでしょう、癒されると言いますか、これもなんか旧作の名残が少し感じられて安心できる部分でもあったんですよね。でそういった何て言うんでしょうね、もう新作を見る心の拠り所が一つなんか失われてしまったような感じがして、なんかそういった意味でなんかすごくなんか残念というかショックでしたね。今私バナナフィッシュっていうアニメをずっと見続けているんですけれども、その中にも石塚雲翔さんディノー・ゴルツネ役で、とても重要な役どころなんですけれども、そちらですごくいい演技を、もうすごくいやらしいいい演技をなさっていたんで、それが、多分途中から2クール目は多分収録していないと思うので、途中から聞けなくなってしまうんだなっていうふうに思うとですね、正直私バナナフィッシュの今回のアニメ化はですね、時代設定をまるっきり80年代半ばから現代にしてしまったっていうこともあって、ベトナム戦争からイラク戦争に、改変されてしまったとかですね、作品のバックボーンが全然、違う感じになってしまって、その辺ちょっと原作ファンとしては見るのが辛いなって、思っていた中で、その石塚雲翔さんのゴルツネの演技がとっても癒しだったんですよね、楽しみと言いますか。でそれがなくなってってしまうと、本当に何を楽しみにバナナフィッシュ見ればいいんだろうなって、思ってしまいましたね。でもう一つびっくりしたのがですね、石塚雲翔さんが去年68歳っていうことで、私の勝手なイメージででしてね、もう雲翔さんは70代後半か、もう下手したら80代ぐらいかなっていうふうに勝手に思っていたんですよね。けれども68歳っていうふうに聞いてですね、っていうことはですよ、銀エデンの劇場版第一作の その我が行くは星の大会で、最後の方に、鳥羽二人が少し出る場面があるんですけれども、あそこを演じていた時雲翔さんは30代後半だったっていうことなんですよね。30代後半から40代にかけて鳥羽二人を演じてらしたっていうことで、なんて言うんでしょうね、やっぱり違うなって思いましたね。これはレビューしていた時にコメント欄でいただいたコメントなんですけれども、
その旧作の方の声優さんたちは、その洋画の吹き替えをずっとやってらした声優さんたちが、結構大勢いらしたので、そういった意味で演技に厚みとか深みがあるんじゃないかって、おっしゃってくれた、教えてくださった、コメントがありまして、本当にそうだなってなんか納得しましたね。石塚雲翔さんももともとは劇団で、舞台で演技をなさる役者さんもされていて、吹き替えも、たくさんの役をやられていて、アニメの声優さんも、やると同時に、ナレーションもやっているっていうぐらいの本当に名声優さんだったんですよね。吹き替えってなんて言うんでしょうね、ただその声優さん自身が自分の演技をするっていうだけじゃないと思うんですよね。昔銀英伝の外伝の方でリューネブルク役をやっていたと思うんですけれども、野沢那智さんっていうすごく有名な、その方が、どこかで、徹子の部屋だったかな、どっかでですね、アランドロン役を持ち役として、ずっとやってらしてですね、アランドロンの役をやるときはもう何日もかけて役に入り込むんだっていう風なお話をされていて、孤独感とかその内に秘めた狂気とかを声に表現したいから、自分も同じようにアラン・ドロンを演じる時にはもう何日も前から一人きりで誰とも話さないようにしているんだっていうふうにおっしゃっていた話を聞いて、吹き替えっていうのはその自分の演技をするだけじゃなくて、その吹き替えをする役者さんがどういうふうな演技をする方なのか、またはその役者さんがその映画の役に合わせてどういうアプローチをしているのか、どういう演技をしているのかっていうところまで汲み取って、解釈する能力が必要な、とってもなんかプロフェッショナルな仕事なんだなっていうふうに思ったんですよね。洋画の吹き替えとかをずっとやってらした声優さんっていうのは、その役に対する意識がまず違うのかなとか、その演技に対する姿勢もですね、そういったとこから違うのかなっていうふうに、思いましたね。石塚雲翔さんの突然の訃報が、とてもショック でしたっていうふうな動画でした。石塚雲翔さん、心から本当に、ご冥福をお祈りいたします。コメント欄の方でですね、石塚雲翔さんの、この吹き替えの役が好きだとかですね、アニメのこの役が好きだったとかですね、何でもいいので、もし何かありましたらコメント欄の方にお話ししていってください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。